はいどうも、シュータです。じゃない方の織田、フェリックス宇治春第36回、やってまいりましょう。さあ、九州進行、島津征伐、はじめましてございます。まずはですね、織田宇治春、初戦を勝ちまして、ただいま秋月城を包囲中。そして、なんとですね、島津さんは、ヒョロゼロでございます。金銭収入もマイナスになっております。これは兵糧を買えませんね。ですがここに1体出ております。これがですね、吉川佐野元春ですね。真心がつかめるそのサムデイなのか、あのユガタチャンスなのか、どっちなんだお前は。吉川佐野元春ハイキックか、お前シンバルハイキックの佐野元春か、佐野元春、いやそれは吉川元春だ。もうわけがわからない。さあ、この吉川佐野元春が待つ高取山城、ここに誰が向かうか。みんな手ぐすねを引いて、いやこれは手ぐすねを引いてという表現はおかしい。手ぐすねを引いて待っているのは吉川佐野元春。みんなが嫌がっている。しかし行かねばならない。そして紹介し忘れた部隊が一つありました。こちらはですね、結城家部隊ですね。結城家だけなぜ別にしたかというと、結城家を滅んでもらったら困るのです。織田さん史実最後、結城秀康のこちらですね、松平秀康になっておりますが、ご厄介になって生涯を閉じるわけでございます。こちら嫡男森春の妹だから、織田さんの娘ですね。要は織田家の婿殿でもあるんです。結城秀康は元はあれですけどね、家康の子供ですけど、そんなつながりがあるんでございます。ここはですね、結城正勝、春友、秀康とこの結城3代、結城さんのお友達衆ですね。近所の佐野さんや羽賀さん、これは羽賀さんは宇都宮の家老みたいなもんですね。秀貞もいますよ、林秀貞。これあれですか、なんかいやらしいヨガクラブ、あ、やらしいって言っちゃいけないんで、やらしくなかったの本当は。ヨガ教室かなんか教えてくれないですかね、林さん。あとプラスですね、家老ですね、ご家老、各地のあの有名なご家老ですね。黒田家のご家老の栗山善助、そしてこちら千坂景親さんはですね、上杉家です。上杉景勝謙信の時代の家老でございます。まあ目立ってたのは直江兼継の方ですけどもですね、兼継はもう最終的には大名格でございますので、こちらの千坂景親さんを出陣させてございます。あとはですね、不運かもしれないですね、不運チームに入れてもよかったかもしれない、石川数正でございます。石川数正が抜けたことによって出奔して秀吉の方に着いたんですよね。石川数正は徳川から、その際徳川軍は軍の再編成をですね強いられまして、何せ石川数正軍のこと隅から隅まで知ってるわけです。ですから石川数正が出奔することによって、出奔することによって武田軍式の軍編成のやり方みたいなのを取り入れて、勝間さんには分からないようにしたと言われております。家老というのはそれぐらいのですね力があるということ。そしてビーフオーター、これはビーフオーター出したかっただけ、正直に言いました、出したかっただけでございます。これが結城家軍団でございます。結城家軍団もじゃあ吉川佐野元春に夕方チャンスしちゃいます。モニカしちゃいます。モニカいざ参ろうか。セックス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 モニカ。では進めましょう。これも志を果たすため。おっと、斉藤としみちゃんが守る。小倉じゃない。小倉はアンの方だよ。小倉はアンの方だっつんだ。アンとハゲのズラの方が小倉だ。小倉城ですね。小倉城落としましてございます。私のですね、あの年貢シューターさんのお父さんがここら辺の出身でございまして、小倉は怖いから行くなって言ってましたね。修羅の国ですからね、福岡県は。おお、すごいのいますね、としみっちゃんやらない。来ておりますよ、メジャーリーガーがここら辺来ておりますよ。片付けない。九州上陸済ませておりますよ。あー怖い。行くぞ行くぞ。さあ、荒木は、荒木強えんだよな、多分荒木強えんすよ。急になんかヤンキー口調になってすみません、荒木強えんすよ。ぶつけちゃってもいいっすね。
どうすか、高取山行っちゃってもいいっすね。アラーキーの舞台2万か。この舞台差なら5千差はいける、いけるんじゃないか。国軍開始だ。取るな。思い立ったが吉日だ。おっと、アラーキーの圧力に屈したか。戻っていったぞ、キッカー佐野元春。戻ってくるのか、いつかはサムデイ。かかれ。おっと、佐竹隊、城から敵が撃って出ました。帰る家にしてくれましょうぞ。島津義久でございます。さあ戦いましょう。チーム鬼隊、鬼島津がいるのかどうかというところ。いい曲でございます、流れておりますよ。こたびは本陣切り込みを提案いたします。切腹しちゃうだろ。それじゃ本陣切り込んで切腹しちゃう気だろお前は。いかがにしろ。おっと、敵は5部隊しかおりません。そして兵数差は11,000対6,000。鬼島津はおりませんね。で、こいつザザン、府内の戦い。3部隊しか見えませんね。これはあれが来ますね。あれですよ、間違いない、あれが来ます。敵が近づいてきた時がピンチでございます。これはあれが来ますから。で、あれが来たら陣はどうやって守ればいいですかね。あれ間に入ってきちゃいますもんね。ちょっと困りますね。さあ来た。知れましたな。見えたぞ。おそらくこいつが引き金となる。さあ先手必勝だ。佐竹義久隊当たってまいります。やりたい。おっと、競技機を食らっている。なんと敵本陣義久が突っ込んできてしまった。ご命令ください。これは始めるぞ。楽に勝てそうな気がしてならないが、始めるぞ。油断は禁物、あそこは一物でございます。もう一度言いましょうか。油断は禁物、あそこは一物でございます。後期ズバッと横槍だ。横槍だけではなく肉棒なんかも入れちゃって。さあレッツ暖食、暖食暖食暖食パーティーが始まりました。さあおしくらまんじゅう押されて泣くな。さあ赤子が泣いてもパンツは取るなと申しております。逃げられるのか君は。なんだ君は、なんだ君やってか。そうです、私が変なおじさんです。変なおじさんが捨てがまりをかけていく。変なおじさん、変なおじさんたちが変なおじさんに群がっていく。変なおじさんパーティーでございます。あれが来ませんでしたね。あれが来ないうちに我が軍に傾く。勝負ありだ。鬼佐竹、語呂が悪すぎ。土地を重ねて天下を目指す。また志特性効果入りましたね。いや、何なんでしょうこの志特性効果は。な、何で、何効果なんですかね。不当不屈が何でしょう。両外で戦うと戦意アップみたいな感じなんでしょうか。よくわかりません。かたじけない。そして佐竹が、鬼佐竹は船井館を落とそうというところ。船井のおっさんよ、もぎ取っていった。あいつが、佐竹は怪事だったのだ。おっと、加藤清正だ。加藤清正対チームケマリ、これは見ものでございます。ちょうどいいんじゃないでしょうか。これはどんなに兵数差があってもチームケマリは弱いことは分かっている。森林教習などという高度な技を使えというのか。我が力見せてやろう。アテナ、あなたは私に森林教習などという高度な技を見せてやろう。どういうセイントセイヤだ今のは。分かりました、やってやりますよ。森林教習やってやります。分かりました。カセザザン、清松の戦い。清末ですね。清松じゃないです、清末ですね。また間違えているぞ。これが覚悟してもらおう。覚悟してもらおう。我が全然大将軍の足利義テルーだ。テルーと呼んでくれ。グレイのテルーとは友達だ。敵の居所。おっと、忍び身はすごいな。平地にいるやつは何でも見つけるぞ。すごいすごい。ただ山に潜んでるやつが一人も見えない。これはまずい。よし、我々は時間稼ぎだ。時間を稼いでいくぞ。時を稼げ、時を稼ぐ少女だ。時を
稼ぐ少女、我らの時を稼ぐ少女作戦に対抗して奴らは何かをかける作戦だな。命令してくれ。きっと奴らは鉛玉あたりをぶっかけたいと思ってるんだろう。だがこちらにはナンバーワン太夫の加藤隆がいる。おっと、先手必勝だ。やりたい、入ってきやがった。さあのこのこと我らのアジトに入ってきたことを後悔させてやろう。ご命令を。さあ向かっていくぞ。八須賀五六向かっていくが入らない。やりたい、ただの強撃、ただの強撃で済んでしまうか。勝てるはずだぜ。くそう、ただの強撃だ、奇襲にならねえ。くそ大佐、隙を見せたの。おっと、来た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 、タカさんの横槍だ。横槍というよりはこれはもう横のこう横バックだ。横バックで寝ながらこう足上げながらこう膝とか持ってこう後ろからやるやつ、生々しいわ。生々しい戦でございます。夜の戦は今日も激戦。さしずめ僕は一人籠城戦、やかましいわ。さあ階層一体出してございます。くだらないことばっかり言って肝心な戦のゲームの実況がおろそかになっております。これが我が策にございます。おっと、鉄砲を放ってきている。島津の何がしが鉄砲を放ってきているぞ。よし、桃地帯隠れたぞ。これで後ろからヤツをつけば。おっと、おとり挑発だと。かかっていくのか。おとりかかりながら奇襲とかやってみせよ。さあ奇襲になるかどうか。いや、ならないな。これは完全にバレている。バレバレだ。クソ、森林教習全く効かない。逆に奇襲をかけられる氏真、ま、何をやってるんだ。来るの分かってたのか。策を練ってまいりました。何をやってるんだ。我が策、ご覧ください。策を練ってって奇襲食らうとは何事だ。さあ攻撃力を増した我らの包囲を、この始末の何がしは耐えられるのか。耐えられず逃げていくが、さあこちらの防波堤、策を練ってまいりました。やはり氏真が赤い。策を練ってまいりました。下がれ氏真、攻めましょう。ゲチュ、刑事と場所を変わるんだ。刑事が出れば奴らはビビる。覚悟してもらおう。わしもビビる。わが、そして弥助は裏から密かに、あの俺の首を取れ弥助。上からマリコ、裏からヤスケだ。さあ、ヤスケどうなる。捨てがまりを出していく。まずいぞ、これで防波堤が崩れる。一枚上手のようですね。向こうは劣り挑発を出していくが、さすがに回想するであろう。そこで勝負があるのか、どうかというところ。できればこちらは強撃を出して、損害少なく終わらしたい。ご命令。よし、行け。おっと、島津義郎、前に出てきた。チェストじゃないよ。さあ完全に勝負ありだ。やりたい、チェストとか言われたけど、勝つとし、志果たすな。吉テルが勝ったぞ。負けはせぬ。またの志特性効果だ。おかしいな。面白すぎるなこれ。さあ吉テル公、清末城を落とせるかというところ。我らの勝ちよ。さあ落としました清末城。足利吉テル蹴鞠チームが落城させてございます。我らの勝ちよ。よし、鬼坂家だ。船井館を落としてございます。さあきっちりとここら辺順々に落としていきましょう。出陣するぞ。おっと、南部隊何かが来ている。高下だ。まだ生きておったのか高下。しかもなんでこの2部隊。島津カツカツでございます。かかれ。おっと、城から撃ってきたのは佐野吉川元春だ。1万5000の部隊、いやこれは強いぞ。さあアラーキーの部隊、勘助がいるのか。そうだ、この部隊が やらかし部隊だ。危ないぞ。我が力、またキツツキと申すか。貴様、いやキツツキは厳しかろうぞ。あの展開によるので、これは軍師遊撃、軍師遊撃に参るぞ。回戦、ザザン、高取の戦い、行くぞ行くぞ。ほら、これ小田ボイス、小田宇治春ボイス、荒木村重家は小田宇治春ボイス。ろくなやつじゃねえ。さあ敵が見えた。知れました。誰だあいつは。何だちみや、何だちみやってか。俺の名は平岡、平岡と申す者だが何か。さあ勘助、先手必勝。
先手が取れただけでも勘助は良かったと思え。あと鉄砲を撃ってくるか。の居所知れました。佐野吉川元春め、鉄砲を撃ってくるか。 これがチャンスとばかりに夕方チャンスか。この貴様の鉄砲に撃たれてわしは眠らないぞ。おっと、なんだ勘助、何勘助、前に出過ぎた、前に出過ぎた勘助。なぜそんなに前に出る。進め。おっと、なんか荒ぶってる荒ぶってる。キッカー佐野元春荒ぶってる。凄まじい攻撃力だ。しかし完全に包囲です。ただ勘助が死にそうだ。お前は何回第四次川中島をやるつもりだ。無駄に命を散らすな。生きてこそ名を残せるのだ。この敵の裏をかきまし、よし進むのだ。おっと、強撃が入らない。強撃が入らないぞ。これは一体どういうことだ。さあそして向こう松永を改装させる。もうちょっとでキッカー佐野元春はサムデイしてしまうところ。さあサムデイだ。サムデイの捨てがまり、真心が伝わるあの日までサムデイしてしまった。さあこれはもうほっとくしかない。勘助がやばい、勘助がやばいぞ。やりたい。さあこれはどういう展開になっていく。さあ戦意は上がり続け、戦況上がり続け。ショバリー、ああカツトシ何持ってんだあいつ。勝てばいい。あいつなんか持ってるぞ。それが戦や。こそ取るかあいつは。また志特性効果、これ毎回出ますね。織田さんは狂ってしまった、志が。さあ不運プラスやらかし隊の荒木村重チームがキッカー佐野元春をサムデイしちゃったので、高取山城、間もなく楽城というところ、ようやく筑前あたりの平定が見えてまいりました。本州ここら辺ちょこっとありますが、ここもヨシテルシーが楽城させ九州へ乗り込もうというところ。さあまだまだ九州の戦い続きます。本日は誠にありがとうございます。